それじゃあやっていきますか。よろしくお願いします。今日さっきも言ったけど、アサイナスが、クイクイだ。クイクイ。一応、見てるか分かんないけど、一応俺だけ言っとく。アサイナス。おちん。一応、アサイナス。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきます。イケメンなんだよね。イケメンなんだよね。キャンプ。ね、そうよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今日はちょっと鉄板も使いたいし、しゃぶしゃぶでいこうかなと。はい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 。何しゃべるんだよ。鉄板でしゃぶしゃぶ食えだよ。違う違う違う、しゃぶしゃぶは作るんだけど、鉄板も後で使いたいから。ああなるほど。そうそう、鍋だけでね、お腹いっぱいになっちゃったりとか。なかなか食べる機会はないよね。身がめちゃくちゃ白いの。油もともとそういう色なの。白身なんだけど、油が強いから、白っぽく見えるんだよね。皮目がね、すごい油乗ってるように見える。そう。で、皮が厚いの、あとでも。あ、そうなんだ。クイも捨てるとこがないなんていう魚ですよね。そうそうそう。めちゃくちゃうまいよ。で、クエは、だいたい魚とかって、大きくなると美味しくなくなってくるんだよね、大味っつって。クエに関しては、でかければでかいほどうまい。これはどんぐらいのサイズなんですか？これどれぐらいなんだろう？ 5 キロぐらいかな？ 5 キロないぐらいかな、中型ぐらい。そう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 。すごい、なんか鉄板の上で金髪の人が包丁握ってる中お店だよね。ありそうありそう。確かに東京って感じ。そんなお店行ったことないんだけど、ね、勝手なイメージ。なんだかありそうだよね。絵になってるもんね。このなんか、クエの身を楽しんで、ふわふわ感を楽しんでほしいから、ちょっとしゃぶしゃぶだけど厚めに切らしてもらおうと思います。やっすごい、やっすごい、ちょよいしょよいしょ、あっやっすごい、やっすごい、はい、じゃあピン上がります。一気死ぬ死ぬ。自分が飲まないからって煽るのよ。お茶がうめぇ。これしゃぶしゃぶ用の薄さの切り方なんですか？そうだね。でも通常の海鮮しゃぶしゃぶの白身よりは気持ちいい厚みしてる。ちょうど、終わりそうじゃないですか、この。そうだね。そこまで計算をしてるんですか？それはね、してなかった。たまたま？たまたまだ。たまたま。あ、でもここの幅の調整はしてる。ああ、なるほど。クエは何に似てるとかあるんですか、味は。なんだろう。もうクエはクエ。クエだね。肉なんだよね、もう。うん。ほう。切ってる音も、なんか、筋肉質なんですかね。なんか、そうだね。メリ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 っていう。筋肉質。でっかいとさ、この繊維がさ、もっとこう大きくなるんだけど。タラみたいな感じになるんだけど、なんか全身うまいんだよね。ちょっとしゃぶしゃぶも美味しいんだけど、この大きく切ったふわっとした感じも美味しいからさ、せっかくだから。これしゃぶらないんですか？これはね、ちょっとこう中に入れて火を入れて、完全にそうやって楽しむ鍋みたいな感じ。そう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 。これがね、鍋。はい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 。タラでよく見るぐらいの。そう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 。これもまた美味しいんですよ。じゃあ、クエの調理は久しぶり？そうだね。銀座にいた頃のカッポの時以来かな。27の時。11年前。カッポ仕立て？カッポ仕立てですよ。これだけでもまあまあするし。ね。いや、めちゃくちゃ高いよ、これは。板前みたいですね。なんか。でしょ？うん。確かにね。なんかちょっと懐かしいよ、この感覚。板前みたいなんだよ。職業なんすか？いや、YouTuber だよ。川消し。もう川消し。やばい。深いね。すごい。楽しい。楽しいね。楽しいね、おじくん。今日は、ちょっと
シンプルにいきたいから、うん、ネギだけ。ネギだけ。ネギだけ。これなんですよ。おや、蜜の様子が。包丁研いできたからめちゃくちゃ切れるわ。ネギで見るの初めてかも。あ、そう？うん。ネギが大好きすぎるからさ、うん、家に常にネギがあると嫌なのよ。毎日買ってるんですか？もうなくなったら追加するみたいな。うん、ネギいいよね。いいよ、何に生きてても、うん、そう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 。ネギ通したもいいし、うん、昔納豆にネギ入ってなかったら綺麗そうだ。しんちゃんじゃん、いいね、香りが。ね、いい香りする。オッケー。すげえ、ネギ増えた感じがするね。もううまいわ。これでね、水でね。これでいいって。これいいって。これ、到着。苦行じゃん。健康だなぁ。しゃぶしゃぶしゃぶ。だしは、はい。こちら、そう、白だしでございます。そう見て白だしもあるぞ、白だし。白だしもね。うまいんですよ。じゃあ騙されないですよ、僕らは。ただ今日はさらにちょっと本格的にするために、うん、ちょっとね、手を加えます。これだけでも全然美味しい、うんうん、割ともいいからね、寄せ鍋、うん、9対1、 1600cc 入ってるから何対何？9対1だから 200cc でもやったら使ってるよ。分かんない。学歴が低いですね。で、火をつけます。これだけでも美味しいんだけど、うん、ここにさらに美味しくするために本日追いガツオをさせます。うわー、食べた。追いするんですね。追いするのも、うん、あの、こすのはめんどくさいんだけど、100均のものわあ、でみっちゃんがすぐ切り裂くやつだね。え、ほんと切り裂きみたいなやつなんじゃないの？妻マジなんだ。そういうね、ライフハックも教えてくれると思う。これは、あれかな、なんだろう、家でやる排水口のネット。そう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 、ですよね。このネットがね、細かいから発音出ない。そのっぽい。あと沸いたら入れて、ちょっとこうしばらく置いとくと、ウイガツの状態になる。へえ。便利。詳しいの。え、職業？ダメです。ユーチューバーや。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫？ご利用。あ、いいね、この感じ。なんか懐かしいわ。めちゃくちゃ懐かしい感じするね、これ。ああ、カウンターでやってるの。ほんと板前ですもんね、今。そうだね。うん。すげえ。完璧じゃない？ありがとうございます。ありがとうございます。次の飲むのはこちらで、ね、かしこまりました。今は我慢だ。我慢だ。今日はね、うん、ポン酢でもいいかなと思ったんだけど、うん、せっかくのクエだし、だしで食べるバージョンにしようかなと思って。ほう。ただだしで食べてもあれだから、だしに柚子をね、うわ、香らせて。柚子の香りすごいね。うん、もうすごい華やいでるよ。この時期の柚子は芳醇な感じの柚子の香り。へー、今が時期。そう、黄色はね。あ、そうなんだ。そう、青い柚子っていうのもあって、うんうんうん、それはまあ夏とかその辺ぐらいに出るんだけど、うん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 、それはね、もっと爽やかな感じ。またちょっと違う。そう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 、フレッシュな。そうそう、黄色くなると芳醇さが出てね、うん、ザ・柚子って感じ。うんうん、飲んでますか？飲んでるよ。つまんなす、
つまんなくはないけど、なんか寂しそう。なんか足んねんだよな。寂しそうだ。寂しそう。なんか足んねやけど、いいです。ちょっとね、あの、ヤシの方に柚子の汁を絞って、うん、果汁を。で、酸味を出して、ちょっと、だしポン酢みたいな。香りがすごいよ、うん。で、今日は行きたいなと思ってます。ありがとうございます。大丈夫。好き。今も美味しいこのだしに、うん、香りがやばいんですよ。うん、そのだしに、さらに、ワンアクセント。火を止めて、カツを入れていくと。おいで。これやっぱ、火を止めるっていうのがポイント。そう。ちょっと沸いちゃってるけど、うん、土鍋だから。うんうん。蓄熱がね。そうそうそう。あの、かつお節って沸かすとね、えぐみが出てくる。うんうんうん、うんうん。だから、あんまり沸かさない方がいいんだよね。しかもなるべく触らないって言ってましたもんね。そう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 。優しくしてあげる。うんうん。それだけで、なんか、絞りたくなっちゃいますよ。塩素人からすると。こう混ぜたりね。そう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 。より出るように。そうそう。違うんですよ。違うんですか。破いたストッキングがあったらぜひ。そう、やってください。これは、あの、本当にこれだけで全然変わるから。でもこんなもんで。もういいんだ。で軽く、絞ったり。あ、今日は絞ってもいいんだ。あ、毎回絞ってるよ。まあ、絞ってるっていうか、こうなんつう余分な、こう、水分を抜いてあげてるだけ。で、この鰹節を食べて終わり。おお、俺は、お茶とこれ怪我してるからさ。健康だな。ネギとこれと、お茶そう。いいか。いいんかい。バカいい香りしてる。ねえ。ちょっと飲んでみる？そうみ、いいですか？うわ、このちゃんと温めてから飲ませてくれるみっちゃんの優しさ。いいんですか？ほら。わぁ。男優が。いただきます。キャンプイ。キャンプイ。おぉ、え？来た。来た。既製品とは思えないですけど。すごい。関節キス。回して回して。お茶みたいに。香りがね、すごい。そう、全然違う、変わる。普通はあんだけちょろちょろってつけてね、絞ったとはいえ、あれだけなんか。今これだけでご飯食べれちゃう。それでいける。うん。お肉。そのぐらい、そうそうそう。旨味がやばい。ほん、あの、既製品っぽいっていう感じが、出るじゃん、こういうの使うと。それが一気に消えて。うん。ガッと本格的になる。これだけで。キャプリ。そんなに入ってないですもんね。そう、そんな入ってないんですよ。ソウミさん。そうそう。キャプリ。ソウミさんの出汁は全然美味しいんだよ、これ。うん、そう。これでも全然、これの美味しさがあるからこれが出るんだけど。カツオ入れるとね、すごいアクセント。これはまずいぞ。いやー、これでお茶漬け食べたいわ。うまいね。これはそれでね。絶対うまい。確かに。みっちゃんお酒ないから。あ、じゃあちょっと。うん。おかわりさせて。注ぎますよ。お？お？みっちゃん、失礼します。いいね、いいね。やっぱ一回洗うことで、こんな感じで、はいはい、エンジェルリングだっけ？ああ、なるほどね。あ、出てくるから。エンジェルリング。エンジェルリングっていうのこれ。そうそうそう。へぇー。それを。綺麗なグラスじゃないと出ないんですよね。そう。あ、へぇー。それ一回ね。失礼します。綺麗なグラスでね。いいね。気持ち良すぎかよ。いいね。やってんな。悔しがってる、悔しがってる。てんな、こいつは。元気になったらまた飲めるから。最高の出汁。ありがとうございます。最高の事務所。ここ仕事するとこだよね。そう、今仕事中です。今仕事中。ありがとうございます。山本くんの回復と。みっちゃんの料理。ありがとうございます。あ、違うか。ヤマト君の回復を祈ることと、それを実現してくれるみっちゃんの最高の料理。キャベツ。うまい。
じゃあ仕掛けしていきますか。お願いします。今日はちょっとせっかくクエのレストランでご提供させていただきます。段階がある。火を完全に放射したほうがいいのと、サッとしたほうがいいの、食感の違いもあるし、うん、やっぱ火を通したのと、完全に火を通したのと、半生って、うん、食感も違うんだけど、甘みの出方も違う。うん、そこも面白いし、あと、ね、厚切りも、うん、うわぁ、うまいぞ。やっぱあの火をあんまり通してないやつだったら、うん、コリコリしたりとか楽しめるし、あ、そうそうそう、火を通したらまた油のね、ほらほら、こっち言葉じゃない、それは表現できない。やめろまだ時期じゃない。新潟は、お、地球儀さん、お、白髪を作って、ちょっと褒めながらあるかもしれない。ゆうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。仕方を受け取りました。まずは、うん、今日ちょっとポン酢じゃないから、うん、だし、あ、だし、あ、いただいて、だしも、あ、へぇ、しゃぶしゃぶだけじゃなくて、だしもしゃぶしゃぶを出して食べるみたいな。レア、おい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 、レアですか。酒が高いか、早い。ふうわ、先いい、いいの、うん、っちゃっていいですか、うん、一番いいときに、そうだよ、いい発情から、いただきます。お先失礼します。はい、一緒に出たんだこれ。うわ、早い。ほなほな、すごい、いただきます。おい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 、やばおい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 、ジュンミルクに、うん、ミルクさんに、あ、ミルクさん、ミルクさん、ありがとうございます。最高です。めちゃくちゃうまいね。クエうまいのよ。うまっ、だしもうまっ、だしも香るし食感もすごいね、うん、すごいよね。あんな一瞬だけどちゃんとね、香りつくでしょ。うん、つくつく、最高だね。うん、うん、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。ね、俺らが言うのなんだけど。うますぎる。いや、めちゃくちゃうまい。もう油がすごい。ね、そう、油が浮いちゃって。すごい、うん、あんな、ちょろちょろしかやってないのに。ね。そこで油を切ってるはずなのに、この白カップに残ってる油。そう。その旨味、そして食感。皮の食感もいいしね。ね、うん、そう。クエは皮がうまいんですよ。なるほどね。あ、うん、じゃあこのままでも美味しいんだけど、うん、柚子をね、おい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 入れて、嘘だろ、柚子を、あー、このね、だしに、だしに酸味が来るとまた美味しいから。ちょ、ウイはなんだよ。ユーチューバーだよ。気持ちいい。さっきと同じぐらいの火入れ具合でいいから、はい、違いをね、ゆずバージョンちょっと楽しんでいただいてお願いします。いただきます。香るのが早い。うん、早い。ゆずうまうまいっしょ。これはこれでい
感じ、油のね、バランスが取れるんですね。お茶飲んで、お茶飲んで、お茶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 。ああ悲しそうなのよ。悲しそうなのよ。うまい。お茶もうまいよ。これはうまい。うまいでしょうね、これは。欲しがってる、欲しがってる。じゃあ次、ケンちゃん、食べてもらって。申し訳ないです。って出ちゃってる。キーキーいっちゃって。ちょっと表面、これぐらいが、これぐらいが。じゃあ、行ってもらって。あー、失礼します。よしよし。じゃあ、行っちゃってください。失礼します。うーわ。こっち見た柚子の香りがすごいね、うん、柚子入った途端にね初速早いし、ね、ポン酢いらないでしょ、ポン酢いらない、ポン酢じゃないのよ、うん、そしてなんかもう肉の肉だね、肉なの、肉って言っちゃうぐらい食えて肉なのよ食感が、いやお酒が美味しいなこりゃうまいよね、酒がどう気持ちですか教えねいやみっちゃんももうすいません先にいただいていただきます、うん、ちょっちょちょっといいですかね、シロンです、水切りみっちゃん見てるだけで飲めるこの立ち位置めっちゃ楽しいキレがいい、そうそうそう、爽やかにファッと抜けてくる、そのまま食べ、さっきあのしゃぶしゃぶでもらった時はそのちゃんと食材の余韻が残ってくる、そう、皮の感じだったりとか柚子の香り、うん、皮の香りって感じだけど直接飲むとちゃんと酸味を感じる、ああ、そうそうだそうだそうだ、油がね、酸味を感じにくさせるね、そうそうそう、それがまた面白い、うん、キョンスポイキョンスポイえ、楽しいね。楽しい。びっくりした。まだ2、3枚しか食べてない、うん。めちゃくちゃ楽しい。まだね、うん、分厚いやつもあったら、はい、これがまたね、ほろほろ楽しいですから。ああ、何パターンあるんですか。ネギもまだあるし。そう、ネギも。だってまだこれ火入れたバージョン食べないでしょ。うん、あ、確かに。楽しいんだよね。楽しい。いや、やっぱ料理楽しいわ。いっちゃん楽しませてくれるんですよ、こうやって。回ってないけどやってるんですよ本当にじゃあ次はちょっと火入れ完全に火入れたバージョンで、うん、うわ食していきましょうか、はい、怖いちょっとあの怖いネギもね、うん、あーじゃあくそだなネギうまいんだよな相性はいいもんな、だしとそうそうそう、ネギね本当に相性いいね火入れバージョンか、あ、火入れしゃぶしゃぶ薄みのやつも火入れでそう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 、またね、これが違うんですよ、うーん楽しいなんか足りないけど楽しいわなんか俺はすごく楽しい俺も楽しいなんでだろう、この違いは行くよもう行くよ、あー、行くよおー暴力じゃんこれは
うっちゃんとやっちゃってますよ、ね、いいっすか、いいっすか、じゃあ、ありがとうございます、ありがとうございます、おい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 、いただきましょう、想像以上にうまい。ネギの香りと食感、うん、あの細かくなってるからまた繊細でね、いや、火入れするのもうまい、うん、大好き、うまい、大好き、俺も好き、いや、火入れはうまいね、うん、うまい、うまい、旨味がこうシュワッと出てくる、うん、食感もさっきみたいになんかちゃんとしたなんだコリコリじゃないけど、うん、がなくなってね、ね、そう火が通った魚、ね、皮は残ってるんですよね、皮がいいのよ、ちょっとオールフリー買ってこようかないや、山本くんがいけなったら俺ら買ってくるよ、あ、あ、ねえわ、まあ、ないかい、ないかい、ないかい、この厚切りも今いいよ、いいんですか、結構入って入れてましたもんね、あ、そうそうそう、厚切りはね、3時間ぐらいですよ。そんなに収録してる今日。厚切りはね、だいぶ火入ってるんだけど、うん、さっきの火入ったのやつとまた違った食感なんですよ。で、ただ、厚切りはやっぱ厚切りだから味が乗りづらいから、うん、その出汁に、への塩。これを、あの、身が、身に置いたらそこにちょっと、パッてやってもらって、うん、はい、食してもらったら、へぇー、じゃあ、これはいらない、あ、それはそれでいいんだけど、うんうん、身の方に、ちょっと、おー、あっちですね、お願いします、ちょ、ちょっと減らしておいた方がいい、あ、いや、大丈夫、大丈夫、うん、冷てぇじゃん、その周辺にかければいい、周辺、そうそうそう、ちょっと入れましょう、あ、いいです、お願いします、これだけで本当にね、しあさってまで。だいぶいくじゃん。だしってこんなに美味しいんだっていうの、子供の頃分かんなかった。うん、ここに、ちょっと塩ね。ちょっと分かりづらいかな。ああ、こんな感じで。うん、ちょっと。ヘダのお塩はいっぱいかけても美味しい。うん、美味しい。しょっぱくならないんだよね。ありがとうございます。皮のところがやばいね。ね、本当だ。もうなんかコラーゲンじゃないですか。イエス。じゃあ。うん。うん。全然違うね。魚の香りがすごい。うん。ふわふわ。皮がトロトロになるんですね。うん、あ、やばい。確かに食感がなくなってる、ね。うん。わ。辛めのうまみきた、すげえ、うん、焼き魚みたいな、すごいね、うんうんうん、なんか段階で来るね、味が、うーわ、すげえ、うわー、買おうよ、あー、すいません、大将、すいません、あ、次っすか、おしねよお願いします。いや、これうまいよ。これやばい。今のうちに全部仕込んどきたいっていうぐらい。ガブガブ食べたい。ねえ。まだ全然食えるって。腹減ってきた。ねえ、腹減ってきたね。食えば食うほど腹減る番が来た。だから食えって言うんって知ってました？そういうことなの？うん。詳しいじゃん。YouTuber だよ。どえ、わかんない。俺は嘘だと思ってた。いや、マジでうまいわ。ねえ、マジで、やっぱあの、ちょっと乗っけて、うん、ねえ、あの、乗っけてくれたじゃん。あの、塩の前に。あ、柚子の。柚子の。そうそう。だけど、負けないね。うん。柚子の香りがちょうどいいぐらいの、いい感じのね。そう。感じるくらいだからね。ねえ、なんでそんなことわかるんだろうね。なんで、詳しいんだよな。え、職業なんすか？
YouTuber だよ。どうしたどうしたどうした。リアクション欲しかった。恥ずかしくなる。シラフにきついわそれ。ああ。おお。これか。ちょっとこれを全部一旦楽しんでもらって、まだあの。マンゴーホルモン。おー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 おおお。この鉄板は、大じゃないぞってところで。おお。さすがにオールフリーかってこと。それじゃあ、クエも食べ終わったところで。はい。今、ね、クエはね、もうなどっちかというと上品っていうか、うんうん、魚だし、うん。それじゃあちょっと終われないってことで。うんこんなに満足させていただいて。ねえ、上品。え、下品ってことですか？いや、下品じゃないのよ。下品じゃない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 んだけど、なんかこう、ガツンとくるものを食べたいじゃん。確かに。お酒飲んでるし。締めのね。そうそうそう。うん、というわけで、出張料理3つ、一押しのホルモン。こちら、マンゴーホルモンでございます。うー鉄板焼きおやかだって書いてある。宮崎の、これは実際に店舗があるお店なの。あ、鉄板焼き親方って名前なの。そうそうそう。そうなんだ。鉄板焼き親方っていうところの、うん、マンゴーホルモンっていうのがオリジナルのソースで、あのソースの中にマンゴーを入れてる。宮崎だから。宮崎マンゴー。そう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 。で、マンゴーがなんかね、酵素の働きで肉を柔らかくするものを持ってるから、それを入れて、あのソースを作ってるのと。これしてたね。うまいの。足りるかな、酒。え山田くん飲んでねえから足りるんだよ。おいおい。やばいやつ。この親方のこういうオーナーの高橋さんってめちゃくちゃいい人だよ。うん。ぜひこれを食べて、うん。締めていきたいと。よろしくお願いします。お願いいたします。デザートってことですね。これデザートだよ。なるほど。デザート。あの炭の上に直接置くじゃないんだけどこのデザートは、はいうん、これちょっと優しいなぁ大丈夫温度来てる、うん、ちょっと おでこをつけてもらって、うん、熱あるかどうかねやめておでこは鍛えられてないから手は鍛えられてるじゃあお願いしますいきますこれちょっとあのまだ鉄板が育ってないでくっついちゃうかもしれないんで、うん、うまくねやっていただいてめちゃくちゃいい香りしてきたうーわーこれが鉄板焼き親方かいやかったこれねあのこの一袋に、うん、めちゃくちゃでっかいやつが入ってるあそうなんだ、ね、そう俺はそれをボスホルっていうのボスがいるんだ。ボスホルがいいね。まだボスじゃない。だいたいこれぐらいの大きさなんだけど、うん、これだね。今日のボスホル。これだね。絶対。口の中いっぱいに広がっちゃうんですよ。すげすね。これ皮から焼くとかっていうのあんまりないものなんですか。あるのかもしれないんだけど、その辺俺も詳しくなくて、うん、とりあえずあの焼いちゃってる。焼いてる。まあ鉄板だし。うん。顔から焼いた方がいいのかもね、確かに。うわ、匂いやば。いつもホルモンおじさんに怒られるんで。あ、そうなんだ。皮から焼けた。じゃあ、皮からいこう。うん。すげえ。ブリブリだね。これ、ボスホルやばいよ、これ。やばい、ボスやね。デザートが。これがデザート。これデザートだね。なんてって、これ多分マンゴーだから、多分。ねえ、マンゴーだから。マンゴーだ。マンゴーなんだけど。うわこれはうまいよお茶かーめちゃくちゃいいねいや、なんかまた腹やってきたよ、うん、確かに、うん、お茶かいやでもさ、休館日よそうよ、うん、だいぶ飲んでるからね、うん、ありがたいありがたい神様が与えてくれた時間ですよこれで12月健康診断あるからとんでもない数値叩き出しちゃうそうだね人間ドックあるからね人間ドックあるからお健康ですそしたらもうね点滴で焼酎行くでしょね行くでしょ
芋焼酎、焼酎なのか、うん、コカレロなのか、コカレロ緑の血流すねパルク香りやばいな、マジでうまいね、これはうまいよ、すげえ腹減ってきた、ご飯食べたいもん、あーご飯も合うね、ご飯も合うね、うん、あともう飲んでるからね、これだけでそうだよね、匂いでね、うん、俺もね、うぜえなー、うぜえなー、楽しい、これすごい、新しいことに挑戦していけるっていうのもまたいいよね、うんうんうん、うん、確かにね、そうそうそう、みっちゃんは今まで、職人としてやね、包丁で生きてきたけど、うん、またその違う一面がここから生まれてくるっていうのは、鉄板ちょっと勉強したいなと思って、ね、そう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 、変な話もみっちゃんに料理してもらいたいなと思って用意させてもらってる、ありがとうございます、もう毎週通いですね、そうだね毎週通いは、伊豆の国市に住所を、あ、そうですありがとうございます、でホルモン、このホルモンでさ、うん、結構しっかり焼く派とか、あ、ジューシーさ残す派あるじゃん、うん、両方やっちゃうか。両方やっちゃう。じゃあ、今ではもうちょっと分かりない。これはなんかつける、いや、これもこのままで。美味しい。じゃあ、ちょっと山田君から。いいんですか。え、ビールも飲んでいいんですか。いや、ダメ。ダメです。ダメですよ、もう。ボス、行きな、ボス。ボス、行っちゃっていいですか。ボス、行きな。じゃあ、いただきます。5時間ぐらいくちゃくちゃしてる。いただきます。やば、ボス。ボス。いいの。いただきます。いただきます。いきそう、いきそう、やめやめ、サラサラ、うまっ、めちゃくちゃうまい、油うまー、油に溺れるよ、うん、ちょっとうまそう、あれソースいいね、やっぱめっちゃ美味しい、うまっ、うまっ、やばい、大好き、うん、ゆっくりずっと噛んでられる、うん、朝まで噛んでられる、何がする、あどうぞどうぞ、マンゴーホルモン、世界地図みたいな日本だ本当に美味しいと、ナイスバーで出ない。出ない。ナイスバーで出ない。これは。震えもしない。うわ、震えもしない。初めて来たね、2分ぐらい経って経ったね、うん、そんなこともある、うまい、いや、油の分概要欄に貼っとくので、あ、うん、気になった方は見てください、マジで美味しい、ハイブリッジさん、ハイブリッジさん、ハイブリッジさん、そうだね、いやー、うん、うまんげ、うまんげだね、じゃ感知したらもう一回やろう、同じお願いします、お願いします、感知したらもう一回やろう、そうだね、ホルモンナイトやりましょう、ホルモンナイトいいね、ツール不可避、ツール不可避案件でありがとうございます、めちゃくちゃ楽しかった、ねえ、最高だね、ね、めっちゃ本当にいつもありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、だね、また感知して、そうだね、朝食べてるのかな、浴びるほど飲むのね、感じした気分、浴びていく、
ここに俺口入れちゃってるから。美味しいじゃできないからね。そう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 。チュー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 。無限瓶。やばい。やばい。やばい。最後の賞、ありがとうございます。ありがとうございました。また次回の動画で。よろしくお願いします。では、バイバイ。あ、ちょっと待って。取れてた。